あと5回、5回だけ頑張って、それでダメなら、もう、諦めよう。赤坂さんってございましたっけ？正体。普通の人にはとても信じてはもらえないことですの。それは、ウジ虫。人を操る寄生虫ですわ。きっと君の力になれる。リカちゃん、もう安心だよ。リカちゃんを助けることができた。お前ら虫の弱点は分かってるんだ。リカ、無事なら返事をしてくださいませ。リカ、リカちゃん。リカ、早く気づきなさいませ。これはたたりですのよ。お社様のたたり。ああ、もう嫌だ。本当に首がかゆいね。あんたもかゆくてかゆくてたまらないんじゃないかい？おばさんだってね、選べるなら雛見沢なんかに生まれたくなかったよ。同感よ。雛見沢の血を根絶やしにしたら、私もすぐに行くよ。誰だい？さとこちゃんかい？私の目にはさとこちゃんによく似た別の人間に見えるよ。リカをきっちりと仕留めまして。あら、無用な心配でしたわね。ああ、ここに鬼がいたね。鬼ではございませんわ。君よし、独り言は私を沼に放り込んでからにしてくれる？おお、リカちゃん、御三家の役割を分かって。さっきからあんたの口が臭いのよ。これだけの時間息を止めていられたら世界記録をダブルスコアで更新ですわね。楽しくなってきたな、レナ。こんなの全然楽しくないよ。俺は最初からずっと楽しいぜ。もう私には目を覚まして、ケイジ君。私には安息の時も場所もどこにもないのね。